でスーパー SS クラス見事優勝、カーナンバー1番スーパーミンフォースレーシングチーム坂博之選手、おめでとうございます。失礼いたしました。続いて第2位カーナンバー27番原田カートクラブ松村元明選手、おめでとうございます。第3位カーナンバー22番ティームウエストレーシングスポーツ大見幸正選手、おめでとうございます。第4位カーナンバー2番デストレントクワトロ鈴鹿野崎博樹選手、おめでとうございます。第5位カーナンバー31番カートガレージクラッシュメイト阿波内健一選手。第6位カーナンバー15番原田カートクラブ清川義文選手です。どうぞご登壇ください。はい、それではお揃いになりましたのでトロフィーの授与でございます。プレゼンターは宮崎泉審査員でございます。では王者坂選手、今シーズンの開幕のトロフィーもお受け取りいただきましょう。おめでとうございます。そして第2位、今日は大躍進でしたね、松村選手、おめでとうございます。第3位、スーパー SS にスイッチしてきた甲斐があったでしょうか、大見選手です。第4位、終始上位争いを繰り広げました野崎博樹選手です。今日も渋いですね、野崎さん。そして第5位です、阿波根健一選手、阿波根さん、おめでとうございます。そして第6位、清川選手です。プロフィールに長崎出身って書いてありました、清川選手です。すごい、原田からの、ね、エントリーですけれども、はい、おめでとうございます。はい、以上トロフィーの贈呈でした。続きましては鈴鹿サーキット賞です。優勝坂選手に鈴鹿サーキットより国際南コースのスポーツ走行無料券が贈られます。はい、それでは大きくガッツポーズお願いします。はい、おめでとうございます。今年は何回このガッツポーズが見られるんでしょうかね、楽しみですね。はい、坂選手ありがとうございました。続きましてはシャンパンセレモニーです。トップ3のドライバーにシャンパンが贈られます。では大見さんもお受け取りいただきまして、それでは思い切りやってください。シャンパンファイト、はい、綺麗なシャンパンファイトです。どうぞ大きな拍手をお送りください。はい、ありがとうございました。それでは最後フォトセッションです。トロフィーをお持ちいただいてグッと寄ってくださいね。スーパー SS クラス上位は本当につかず離れず緊迫のバトルでございましたが、そんな中で坂選手が最後はコンマ1後ろを離してのチェッカーと、というかもうほとんどね横並びのチェッカーでしたね。スーパー SS クラスです。見事優勝坂博之選手、第2位松村元明選手、第3位大見幸正選手と野崎選手、阿波根選手、清川選手にもう一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございました。